どうもこんにちは、クロネタです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きからやっていきましょう。よいしょ。はい、というわけで今回からゲルド地方を目指しての冒険をやっていきたいと思います。まあ目指すって言ってもね、かなり遠くなんですよね。で、まあ、いきなりゲルド地方を目指してもいい、まあ、ゲルドの村か、町か、を目指してもいいんだけど、このあたりの探索も進めたいなぁとは思ってるんだよね。まあ、ここに大妖精の泉もあるし、まあ、なんなら眺望台の軌道も3箇所か、やりながら進んでもいいかなぁとは思ってるんだよね。まあ、ただ、リトの村の吹雪とか、ゾーラの里のヘドロみたいに、ボスを倒さないと探索が面倒だった場合、もうすぐにゲルドの町に目指して、進んじゃおうかなと思ってます。ただまあ、ゲルド地方の異変が何なのかわかんないし、それが探索に影響するかもわかってないので、こればっかりは実際に向かってみて、まあ見て判断するしかないっていう感じかな。まあ、特に障害がないのであれば、いろいろと見て回りながら向かってみようかなと思います。ではでは。そうだなぁ。まあ、大妖精の泉は行きたいから、てか、ここに大妖精がいるってことは、近くに馬宿もあるっていうことだよね。なんでまあ、そこら辺の解放はしたいよね。これって、マヤチノウ？あ、かなり前に攻略した祠だな。もうシャープいくつか覚えてないけど。確か眺望台を起動せずにここだけやったんじゃなかったっけ？そうかそうかそうか。まあ、じゃあま、ここに飛んで、眺望台を見つけてっていう感じかな。じゃあここにワープ。あ。目の前にあんじゃん。あ、そうだ、ここに眺望台があったけど、敵の拠点があって諦めたんだわ。そうだ、そうだ、思い出したわ。これやってねえんだ。まあやっちまってもいいな。そっから登れる感じかい？他にルートがあってもおかしくはないけども、いやー、トゲが邪魔だね。まあ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 、今の俺らなら、どうにかなる。あ、あれは？あれはもう解放してる？あ、いや、解放してないな。それどこ？あ、こっちかい。いや、こっちはいいんだよ。あ、まあ、ピンは刺したままでいいか。向こうかな。あ、まあいいや。とりあえず、なんかバレた？あ、お前か。あ、なんだなんだ、青ですか？もう青なんて敵じゃないぞ。おれ、よし。この弓を使うまでもないけども、まあまあ、ちゃちゃっとやっちゃいましょうよ。さあ、他に敵はいるのかい？音は聞こえるんだよね。ああ、黒？ほい。ん？やった？オッケー。閉所じゃなくてもこの火力。回収と。で？なんかあるじゃん。いや、絶対あれ転がしてくるつもりでしょうね。おれ！よし。あー、もう何体かいるな。あー、いるね。そい！さすがに反応しないか。危ねえものあんな、おい。これは転がってくるか？いや、転がすやつを倒しちゃったかな、先に。ですね。あ、まあ、行こうか。そい！よし。はい！オッケー。で？あとは何ですか？ボスがいるか？お。あー、岩まとってんのか。それめんどくさいな。なら、はい！よし。うわ、白だと！おれ！まあ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 、近づかれる前にやっちまえばいいだけの話。いいダメージ入る。マジでいいダメージ入るな。おれ。おれ。眺望台。ほら。
いいよ。なんか周りに雑魚は結構いるのか。あ、マジで強い。おれ、どうだ、まだやるかい。あ、終わったっぽいね。一方的。お、白が、俺白金か。白金ボスボコブリンの角。いやー、白金もこんなにあっさり倒せるとはねー。もう近づく必要性ないもんな。ちなみにだ、こいつがいるってことはお宝ぐらいはあんのか。いや、ないね。まあ、あったところでそんなかねー。まあ、いや、これで起動すれば OK かな。オープン。よーし、普通に開くね。そして起動。眺望台あるなぁ。向こうってゲルド地方じゃないか、おそらく。わぁ、地上絵もあるのか。で、空島も結構あるね。どっから見ていこうかなこれ。ま、とりあえずマップ登録。オッケー、地上の周辺マップを登録しましたと。はい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 。あー、まあ、この眺望台から飛んでいけば、見るのは簡単かもね。端の方になんかあるけど。あれなんだろうな、グリオークかな。まあ、グリオークは、もうちょい進めてからやりたいなと思ってんだけどね。でだ、あれはなんだ？どこのだ？おい。ゲルド地方の眺望台。ってことは、この辺にもう一個あるだろうから。まあ、そこまで飛ぶのはさすがに大変だけど。これどうしよっかな。起動だけしちゃってもいいよね。なんならこっちも起動したいよな。となると、とりあえずこっち方面に進みたいよね。向こうだ。この高さから飛んでて見えないってことある？一旦降りるか。あれ？向こうの地方の眺望台がないぞ。あ！よいしょ！これだ。大妖精。よいしょ！オッケー！で、これ馬宿か。あ、近いな。はははは。これさ、もう連れて行けば解放できるかね。おい。平原外れの馬宿と。あれ？いや、どっかから音はするよね。あ、いた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 。お前ら、久しぶり、困ったのやん？うん。覚えてますよ。大妖精様に会いに来たのやん？そうです。あ、違くはないよ。うん。あれ？俺ボタン間違えた？いや、あれだよね。ま、連れて行けと。フェイの奏でる笛のね？ん？フェイって誰？あ、まだ見つけてないやつかな？あと太鼓だもんね。確か助けてるのって。あ、じゃあまあ、笛を吹けるやつがいるんだな？そういうことだよね。うわあ、ここにはいない。いやあ、出た。そういうのか。いや、人数的に足らないなぁとは思っていたんだよね。横笛担当の少年。まだ帰ってこない。南東にあるフィローネ地方から来た。高原の馬宿。シエザルに捧げるセレナーデ。なにーあ、もっと下か！うーわこれ、無理じゃない？ちょちょいちょいちょい。この辺だよね、多分ね。マップ的に。あー、じゃ、まだ無理か。そうですか。あ、ほこらはあるね。あー、なんだっけ。サラバード。お前はいるんだな。ゼルダチャレンジも進めたいとこではあるが、そうかそうか。
あ、まあ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 、現時点でも装備はね相当強いから、まあ次の強化はまたおいおい、まあもうちょい先でもいいかな。よいしょ。まあとりあえずこれ起動で攻略までやっちゃおうか。筒梅の祠では攻略開始。お？悔いの導き、合ってる？テイカ？悔いか？あ、まあいいや。あー、まあ暗闇じゃないからまあいいんじゃない？あ、まあまああれを使えってことよね。あれどうなってんの？あそこから落ちる。右に転がしたいのかな。ああ、で、あそこに弾をはめたいから、そうだよね。ただ、回転逆じゃない？戻れこかね。鳥間向こうまで行かなきゃいけないってことだから、おそらく。これと、あ、まあ、そこにつけてもいいのか。あ、まあまあ、これでいいか。上に上がるわけだから、下に来たタイミングでぶっ刺せと。いうことだよね。はい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 。ほら！こうだ。いや、ちょっと高すぎ？こうか。あ？あ、ついたか。で、まあ、こうよな。あ、お宝もある。よいしょ。これ使ってかな？ OK！ オープン！ああ、木の矢か。はい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 。まあまあ普通に嬉しいよ。で、問題ここだよね。よいしょ。まあやっぱ右に転がさないといけないよね。これはね。ってことは、あ、届かない。例えばこれを抜きますで、いや押されちゃうのか。いや無理やりいけるのでは。こう、あ、違う。あ、でも止まるね。止まる止まる。あれが邪魔だな。この辺か。あー、はい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 、悪くはないよね。あ、レールがあんのか。あ、じゃあそこに転がしでいいのか。あー、ならそれはいいや。問題あれだな。え？よいしょ。これで飛んでってことか？よいしょ。あ、上に道があんのか。なるほど。ってことは、こうだ。はい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 。なるほど。で、あれの位置を、痛いよ。こうか？あ、いや、乗り越えんのかい。このあたり。あ、いった。で、あれ？それレールじゃないの？あ、いったわ。あー、スピードが足らない。うわー、なるほど、スピードが足らない。そこまでいったらあとちょっとだけどね。これ、あー、ダメか、ダメか。これの角度が悪いか。もっと急かなら押すんじゃないっつうの。これどうかな。で、邪魔だね、そこね。落とさないとダメだろうから、戻れ子で。いや、めんどくさいか、これ。ダメだ。あれ、そこで止まっちゃったやつってどうすんだ、これ。すいません、リセットを、リセットをお願いしたのですが。無理か？もう、あれどうやってどかすんだ？こう行く。あ、でも俺向こうでいいのか。あ、こうだ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 。で、あ、ダメ？よいしょ、ここに降りて、
あ、いける。あ、いけるってことは。違う気がする。違う気はするが言ってしまった。ててててあ、なんか違うな。多分これぐらい角度をつけて勢いよく、じゃないのかな。いいのかね、これ。あ、これ戻れ。あ、あ、また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 。この位置だったら、通れる風。はいはいはい。で。いけるかな？あ、よかったー。まあ、これも一つの攻略法か。はい、戻ってまいりましたよと。そうだね。どうしようかね。まあ、大妖精の解放はまだまだ先として、これだよな。これの起動でもいいけどな。とりあえず、高いところに登れば見えてくるか？まあ、あれだよね。向こうの地方のやつがないんだよね。どういうことだ？ブレワイの時どうだったっけ？地面に埋まってるとかそんなことはないよな。あ、あの祠は？よいしょ。あ、ここのか。まあ、ここの探索も進めたいけどね。そうかそうか、向こうか。あ、まあ、向こうの眺望台起動してそっから飛んで上から確認でもまあ悪くはないのか。そっち行っちゃう？ああ、祠もあるな。すごいとこだな、本当に。まあ、かなり険しい道のりにはなるとは思っていたけど、あ、寒いだと？寒いだと？いや、暑いのか。あー、暑い。あー、どうしようかな。暑い。これ装備したら。あー、大丈夫だ。よし。おー、びっくりした。敵かと思ったぞ。で、あれだ。あー、これ使えば簡単そうだね。今度はなんだ？寒いのか。今度は寒いのか。もう、忙しいな。じゃあ、ここでいいや。まあ、こういう時のためにね、ちゃんと武器は用意してますよ。コログだね。まあ、お前もいつか、まあ、なんなら収録外で。よいしょ。まあ、本当は盾につけた方が簡単ではあるんだよな。いろんな武器をさ、使いながら探索したいから。ただな、この盾に、何かつけるっていうのが嫌なんだよね。見た目が悪くなっちゃうからさ。まあ、そんなこと言ってらんねえかね。で、あとはここ登ればいいか。オッケー！たどり着いた！ゲルドキャニオン眺望台。ついにここまで来てしまったね。でだ。普通に開けられることができるかどうか。それは大事だよ。よいしょ。入り口、あ、向こうか。誰もいなければ開けられ、あ、いないね。オープン！よーし！で、きっと、あ？うわー！壊れてる！なにー？壊れてんじゃねーかよ。これ、でも誰もいないよね。今までだったら誰かがいて壊れてるんだよーって教えてくれたけどな。ん？端末が壊れてる場合ってどうすんだ？さあ、もうちょっと。よいしょ！オッケー！異常なくない？あ、じゃあ上関係ないの？これか？これか？あ、ぽいな！そこにあったか。あ、まあ、こっから飛んでいけば簡単ではあるか。ただ、これの軌道はどうすんだ？上が関係ないってことは、下か？登った意味。ただな、下に何もないんだよね。
昇降機か。ぽいものはあるけども。これが関係してんのか？グリオークだ。グリオークだ。あの動きはグリオーク。ここにもいんのかよ。あ、また、ん？あれは？あ、あ、あ、ちゃ、こいつは違う。こいつは違うけど、いるのか。あ、まあまあ、あれは後でやるとして。え？どうすれば、あ、あ！お前か？くぬきだ。うん。あ、修理に来たこいつだ。はいはいはい、昇降機が壊れてて、上まで行けないと。なるほどね。うん。金具が吊るされているのを見えるすか？あっちには足場があって、足場二つで重さのバランスが取れていた。なるほどね。オッケーオッケー。まあまあ、任せろ任せろ。ね。どうしようかな。あれに足場がついてれば、あれか？いや、あれは普通の足場か。どっかにいた。あ、なんだ？ドカンととか、うん？あ、これか。ああ、じゃあこれ使って上に戻っていいって感じかな。よいしょ。上にそんなのあったっけ？あるわ。普通にあったわ。これだ。どうだ？足らない。いや、俺が乗らなきゃダメかな。なあ、もうめんどくさいなあ。いや、それか、こういうので、ま、あいつを上げてしまえばいいだけでしょ。え、ダメなの？意外に硬えな。この状態で引っ張れる。あ、引っ張れるわ。で、ああ、はい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 、なるほど。なら、これを、この辺りにやって、引っ張ります。で、俺が乗っちゃう。あ、まだダメ？もっと引っ張らなきゃダメか。いや、単純に重さかな、やっぱり。となると、どうだ？あーっと落ちたな。くそ、乗せ方悪かったか。いや、俺が乗れば。え、ダメなの？あいつ重すぎだろ。あ、まあまあまあ、いいんじゃない？で、で、で、で。よいしょ。これだったら、いい感じに乗せれるよね。あーまあ、一個じゃ足らないか。あーもう全部乗せてやるよ。あ、行ったんじゃない？行ったんじゃない？あっちゃいやー、でかすぎたか。来た。こんでならいけるでしょう。オッケー！ああ、もう、なんでこんな苦戦しなきゃいけねえんだよ。違う。ははは、違う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 。直したよ。もう。あ、熱のせいでおかしくなってんのか。はい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 。あ、まあ、とりあえずありがとう。あ、ポーチがパンパン？あ、料理をくれんの？別にだな。別にだな。いらんわ。じゃあこいつを起動。あー、疲れた。来たー。いや、本当に広いね。周辺マップを登録しましたよと。あ、迷宮あるな。あれが三つ目だな。まあ、そこも行かなきゃだよね。あ、上にもあるもんな。はいはいはい。まあ、いつかね、いつかやるわ。
でだ。あ、向こうにもあるんだな。え、でも、向こう、え、どっちだ？あ、あれはなんだ？あ、これ空島か。あー、じゃあ関係ねえ。おそらくあれがこっちの地方のじゃないのかな。あ、違うな。ピン刺してるところ、あれ？あれじゃないの？あ、ん？あれは？あ、あ、これだ！よいしょ。あれ全然違うじゃん。じゃああれ何なんだよ。あ、まあ、いいや。せっかく飛んだから、このまま向こうに行って、あれも軌道だな。よいしょ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 。OK！ ようやく来れたー。いや、こんなところにあったか。周りの岩が邪魔で見えてなかったっていう感じですかね。だな。よーし。いや、でもこれで3つも眺望台起動できたのはでかいなー。まあ、ここら辺の探索は時間かかっちまうから、まあ、コツコツやるとしてだ。ゲルドコーチ眺望台と。ここは簡単に開くか？あ、どこだ？入り口どこ？あ、これ入り口どこだ？あれ？あ？埋まってない？うわ、ちょっと、埋まってんのか？ってことは、これ、洞窟があるのか？洞窟の中に端末があるっていう形だよね。うわぁ。もう、なんだよ。飛んできたのにさ。でも、あのあたりだから、この下あたりに入り口があったりするのでは？これか？でも、眺望台ここだよね。あ、でも怪しい。これ怪しい。回収。あ、いやでもこれ違う洞窟の可能性あるか。ほら！よし。ありがとうね。大事に使わせていただくよ。まあ、一応入っとく？発見！エメラル大地の洞窟。あはん？いや、なんか違いそう。これはこれで違う気がするな。あ？イカダを作れ的な？あ、作って向こう側？かもしれないな。ちょっと待って。こういうのは欲しいので回収。あ、待った、なんかあんじゃん。おい。作んだの、日誌。うん。あ、ゲルドコーチの眺望台について。着工から完成までの記録をここに記す。うん。ほうほう、近くの洞窟に避難。なるほどね。想像より広かった。水の流れの下流へと調査に向かうことにと。トンカチの音が聞こえてきた。洞窟の奥は眺望台の真下まで伸びていた。来たー。来た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 。なるほどね。やはりそういうことか。お、マックストリュフ、どうしたどうした違う。あ、なんか不発しちゃうんだよな、これ。待って。ってことは、ま、下まで行けばいいわけだから。オッケー！いいんじゃない？今日こういうの作ってばっかだな。よいしょ。で、乗せて、俺も乗って、来た来た来た
来た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 。で、あとはまあ、流れに身を任せて、流れていけばいいのでは？ユンボ邪魔だな。できはいんのかね。気をつけて進むけど、あ、カエル！これってさ、さすがにかな。あ、ダメだ。なら、ほら！よし。下に落ちたな。あ、はい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 。どう？ざっきゃー！ちょ、待て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 。死ぬ死ぬ死んじまう死んじまう。ちょ、待て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 。やばいやばい、これまずい、これまずいぞ、これまずい、柵を作ってしまったばっかりに、やめてくれ。あ、ちょ、待って、止まったけどさ、止まったけどさ、それ、まずい、まずい、詰んだ、やばい、死ぬ。ちょ、あ、能力が使えない、あ、助けてくれ。助けてくれ。やばい、こんなところで死ぬの。あ、ダメだこれ。あ、待って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 。諦めんな、諦めんな、諦めんな、諦めんな。泳ぎが上手くなるこの装備で。ゾーラ装備！スピンアタック！壊せ！壊してくれ！なんだよ、もう。なんなんだよ。今日の探索なんなんだよ。もう、柵作らなければよかった。いや、さっきのさ、昇降台？あれ、かなりがっつり作らないといけなかったからさ、力を入れて、こだわって作ったんだよ。なんだよ、それもう、これでいいじゃねえかよ。もう、こっから飛んでいいか。よいしょ。まあ、これでよかったのかな。あー、すごいとこあんな。すごいところに引っかかってんじゃねえか。まあ、回収して、これ取れる？あ、なんなら、これで、オッケー。よし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 。てか、これでよかったのでは。オッケー、回収！迷いの落とし物。よしよしよし、まあ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 。こういうことを学びましたよと。いかだは気をつけろよと。で？ここまで来たはいいけど、こっから先どうすんだ？あ、これか？回収して、しゃがんで、あ、この先じゃないか？回収。あれ、お宝？宝だと？まあ、とりあえず開けて。まあ、トッパーズか。あれ？違くない？俺が求めているものこれじゃなくない？お前どっから来た？あ、滝の裏行けたんか？あ、ちゃう。そうじゃなくて、そうじゃなくて。待って、あの、眺望台。これか？これなのか？あ、これだな。で、さらに下がある。これが壊せるとかじゃないよね。あ、よいしょ。よいしょ。あ、これ乗れないの？あ、乗れたわ。あれ？あ、あ、で、で、通れるふ。違うみたいですね。あ、いける！これで、中に入れる的な、あ、来たけど違う！ここじゃない。あ、まあ、まあ、いいや。開ければいいか。オッケー。ああ。あのイカラを作った意味はあったか。ああ、まあ、溺れたけどね。で、起動だ。いや、大変だろ、これ。
よーし、ようやくだ。周辺マップを登録。ゲルドコーチと。で、空島もありますよと。あー、疲れた。今回ここで終わっていいかな。出た。待って、耐えられない寒さ。装備変えたんだったわ。寒い。まあ、これに変えて、どうしようかね。一応、この辺は解放したけども。もう、ゲルドの街近いし、向かっちゃってもいいかな。まあ、ここもね、見るところめちゃくちゃあるから、まあ、ここの迷宮も行きたいし、そうね、やっちゃうか。まあまあ、とりあえずここに、いや、こっちいいか。こっちへ飛んでおこう。戻ってきました。ゲルドキャニオン眺望台と。あいつまだいんのか。絵描いてんじゃねえぞ。あ、これ違うやつだな。ん？興味深い。あ、前にいたな。あ、ここまで来て絵描いてんのか。お疲れ様。オッケー。じゃあ次回はゲルドの街目指して冒険をしていきましょうかね。では今回ここまで、よかったら次回も見に来てください。そして、チャンネル登録、高評価していただけるとすごい励みになりますんで、ぜひぜひお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。